というわけで今日はね、再びこの岡山の肝試しスポットと言われる納骨堂にやってきました。これ県外からね、だいぶ YouTuber さんが来る場所として有名な場所でございます。ちょっとね、息上がっておりますけど、結構歩いてきました。でも、だがですね、噂によれば納骨堂なくなってしまったという、ね、話を聞きました。なくなったらしいです。もうね、関東関西からね、たくさんの YouTuber さんとか、そういう心霊が好きな人たちがね、来てたんですよね。だけども最近亡くなってしまったという話を聞きました。まあ、なんで亡くなったかというと、まあそれまではね放置されていたんですけど、まあ様々なね苦情が寄せられたということで亡くなったと聞きました。まあ、亡くなったというか、まあこの辺とか、まあ改めて整備されているような感じでございます。今日はちょっとそっちというか亡くなった場所に行ってみようかなと思います。多分これでもうここに来る理由はないと思います。ちょっと待っていきます。でも前よりね、道が綺麗になってます。おそらくね、こっから壊れた崩した瓦礫を取り除いたんで、道が綺麗に、ね、なってると思うんですよね。今はこんな感じでございます。以前はここに納骨堂がありました。本当に大きな納骨堂が、もう今はありません。更地になってます。もう跡形もなくね、綺麗に更地になってます。去年の2021年の11月ぐらいに解体したとき来ました。で、まだここにね土台が残ってたりするので、間違いなくここに建物があったということです。もうなくなってます。まあここにね、管理されてないというか、もう廃墟の納骨堂があったんですよね。で、まだそこにはね、遺骨の一部が散乱してたりとか、まあ、骨壺が、ね、あったりとか、まあ、リアルな、ね、状態だったんですけど、まあ、YouTuber さんとかが中に入って、
まあ、動画を上げていくうちにやはりどうにかしないといけないなということで、去年の2021年の、末11月ぐらいに解体したという、情報が入りました。まあこれでね、これはここはもう完全にまあ平和というかもう何もない状態でね、肝試しスポットとか心霊スポットとかいうの名前はなくなりました。ただまだ一つだけ来る理由があるかもしれません。それはね、この先にまだあるんです。なんかお地蔵さんが変わってるような気がするんですけどね。まあいっか、この先にねまだ道があります。ちょっと今日はねこちらをご案内しようかなと思います。多分ねこちらの方が絵的にはいいのかなと思います。歴史的意味も込めてもすごい重要な建物がこの先にあります。ちょっと行ってみましょう。この辺、この山はね、宗山っていう山なんですけど、まあ、至る所でね、寺院があります。だいぶこの山ね、本当に、麓にはいろんな神社が、ああ、お寺か、お寺があります。で、この下には法輪寺っていうお寺があって、その横には少林寺っていうお寺があります。まあ、その他にもこの奥にもお寺があったり、その中で店、その山の中にポツンと存在するものを今日はご紹介しようかなと思います。もうすぐそばなんですよね。もう見えてます。二重の塔が存在します。ね、なんかタイミングよく雪が降ってきました。なんか雰囲気もいい感じです。山の中に、ね、ポツンと存在する、これ国の指定の重要文化財だったような感じです。だったかな、あ、すいません、県ですね。国だったらもっと大事になります。国なので、はい、ちょっとこれ見てください。1688年から1703年に時の藩主池田綱政が後楽園の社系として、県立に着手したと書いてます。もう30年、あ、300年以上前ですね。どうでしょう、立派な二重の塔。五重の塔とか三重の塔見たことあるんですけど、二重の塔は僕は初めてです。もうこれが果たして二重の塔というのかわからないですけども、二層の塔と書いてます。はい、じゃあね、ちょっとせっかくなのでこの先にも行ってみましょう。すごい歴史の感じるスポットでございます。本当に先ほどの納骨堂からすぐ入ったところにあります。
ごいですね。いろんな、仏閣があります。まあ、現在地がここなんですけど、いろんな仏閣、古墳もあってですね、歴史は長いと言います。お墓に出てきました。こちらでございます。こちら立派な、すごいなんか歴史を感じるお寺でございますけど、よし、はい、まあ、こういう感じでございます。今日はここなんかあれですね、仏像さんが結構多いですね。で、ここからね、先ほどの、二重の塔、二層のね、建物が、見えるということで、なんかすごい見栄えがいいですね。ぜひ、興味ある方来てください。なんか、ちょっとまた変わった雰囲気ですね。なんかまた、京都というか、なんか、ちょっとそういう、ちょっと なんか、神聖な感じでございます。はい、というわけで、今日はね、ご報告というか、なくなってしまったというと、こういうねスポットもあるんだぞという形で、お送りいたしました。でも非常になんかね、そんなに遠い距離じゃなくて、この撮影してもね、もう20分も経ってないので、はい、というわけでありがとうございました。それでは失礼いたします。番外編です。ちょっとね、立派な建物というかね、仁王門かなあったんで撮影してます。すごいなんか歴史を感じる建物でございます。ちょっと入ってみようか。何もありませんけど、ここにね、なんか
また神社があります。仏さんがこうやってずらっとね並んだ。なんかいい雰囲気。ここも指定、重要文化財ですね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。